のね、マスター。ちょっとそわそわしてない？お待たせしちゃったかしら。はい、チョコレート。乙女として当然のたしなみよ。普通に作った普通のチョコだってば。まあまあ綺麗にラッピングもできたでしょ。バカね、そんなに大げさに嬉しがるほどのものじゃ。ちょっと待って、あれおかしいな。なんでこんな緊張しちゃうんだろう。いつものマスターなのに。とにかく感謝だけは込めたつもりだから。いつも可愛がってくれてありがとね、マスター。おや、誰かと思えばマスターか。かような場所まで何のようだ。ここがいかなる場所か知らずに踏み入ったのか。ここはそう、北欧、我が世界。あれに似せて作らせた箱庭、私のためにと割り当てられたシミュレーターの領域だ。目に見ているもののうち、実際に足を踏み入れられるのはこの城のみ。うん、まあよかろう。望むならば大橋を渡れ。私はお前の入場を許すよ。来たか、マスター。わざわざシミュレーターなどに足を運ぶなどと、随分と暇なのだな。お前は何かを期待しているのか。そうとも、私はお見通しなのだ。人が何を考えているかなど、たやすく理解できる。冗談だ。もう一人の私から聞いているぞ。聖バレンティヌスなる者にゆかりあるとかいう異教の祝祭の日なのだな。ここまで来たということは、なんぞ期待しているな、マスター。よい、許す。ならば私はお前にこれをくれてやるとしよう。うむ、氷菓子だ。味わって食べるがよいぞ。何、我が魔力をもって一息に作り出してみたものだが、すでに味見は済ませているゆえ、案ずることはない。ありがたく味わえ。すまぬな、これ以上の言葉を私は持たぬ。スカサハスカディは持てる限りの愛のすべてをあそこへ置いてきた。バレンティヌスの祝祭が愛をことほぐものならば、ああ、私は、この私は、きっと何もかもを忘れて楽しむことはできまいよ。言葉のみで愛を語ることはできようが、ああ、それはあまりに空虚に過ぎような。ゆえに、すまぬ。許せ。これなる氷菓子には思いを込めたが、いや、無粋だな。改めて、すまぬ。とくと味わえ、もう一人の私と共に研鑽を重ねた我が氷菓子。頬が落ちても知らぬからな。
はい、チョコ。あもう、メアリー？ごめんなさい。照れてるだけですから。海賊らしく、財宝型のチョコにしてみました。その、一生懸命作ったし、味見もしたから、美味しいと思う。多分、きっと、それなりに。ご主人、ダメなキャットを許すがよい。カカオマスが、カカオマスが、カカオマスを切っていると涙が止まらぬ。愛とは甘く苦くカレーにも使えるもの、つまり玉ねぎのようなものなのだな。だが結局は私の勝ちと相なった。このスペシャルな一品を受け取ってほしい。そしてこのあからさまな造形について感想を聞きたい。うむ、まさに私を食べてと言わんばかりのチョコなのだな。ところでご主人、私以外のたまもからチョコとかもらってないか。もらっていたら第三次大戦勃発、たまもを殺してたまもも死ぬという新機軸のドラマが始まるのだが。よし、その気配はなさそうだ。しかし他の女子からのチョコはほどほどにな。キャットは寂しさがアップするぞ。砂糖を入れなかったので。チョコレートって本来は甘いものじゃないですか。でもバレンタインデーならマスターはたくさんチョコを食べると思って気を使ったつもりだったのですが、失敗作です。ごめんなさい、捨ててきますね。こんな苦いのでいいんですか？マスターがどうしてもと言うなら。でも本当にいいんですか？やっぱりトナカイさんは素敵なマスターです。それじゃあ紅茶を用意してきますね。こっちは砂糖をたっぷり入れて甘くしてあげますから。紅茶色の砂糖でしかありません。でもチョコが苦いし、バランスは取れていますよね。うん、バッチリ。探しておったのに、どうしてこんなところをうろうろしておるのか、愚か者。うむ、何はともあれ第一声での素直な謝罪、それでこそじゃ。わらわに対する自分の立場をわきまえておる。ともあれ、クッフッフ、呼びに来たのだから当然準備はできておる。一応の確認だが、あのフォーフォー泣く猫はおらんな。おったら一緒につけるぞ。
チョコフォンデュとかいうものじゃ。今日は日頃の感謝を込めてチョコを食わす日だと聞いたから、いうわけではなくてだな、どうせ普段は庶民らしい貧相な甘味しか味わっておらぬであろう貴様に、たまにはわらわが女帝らしいゴージャスなデザートの施しを与えてやろうというあれじゃ。わらわと共にこれを食することを許可する。ありがたく受け取るがよいぞ。このチョコはどこか国のようじゃな。甘いと思えば甘く、苦いと思えば苦い。収める者の手で硬くもなり柔らかくもなる。容易になくなりはせぬように思えるが、その実ふと気づけばあっけなく消えていたりする。そう考えると今のわらわと貴様は二人で一つの国をつつき合っているようなものかもしれん。一応言っておくが、こんなことを許すのは、その、貴様が初めてだぞ。わらわを軽い女と思うものなら、即座に刑の執行を。何？思っていない？重く受け止めて食べている？そうか。うむ、ならばよい。では、さあ、もっと食え。遠慮などするな。この果物など、チョコとの相性抜群じゃぞ。信じぬか？ならば確かめさせてやろう。ほれ、口を開けよ。あ、マスターさん。はい、少し休憩中でした。え、私からのチョコですか？じゃあこれで。スペースバックスの甘くて温かい飲み物です。トールダークマターチョココスモキャラメルウィズダークチョコソースエクストラホイップエクストラグラビティ。いいですよ。トールダークマターチョコプラズマアドシバルスシルトチョコソースウィズニュートリノエクストラクエーサーです。実は飲みかけなのだけど、いいですか？一口だけなので。まだ熱いです。気をつけて。ふう。